ですね、まあ、集団通信回線と言います。はい。まあ、集団通信関数というのは、まあ、多数のプロセスで一斉になんかこう、ある目的を持った通信をやるときに便利な関数だと思っています。で、まあ、そういう集団通信関数も実は一対一通信関数の、まあ、ある意味集まりなので別に一対一通信の中にいっぱいやっても同じことができるんですけども、それをでも正確にしかも効率よくやるというのは非常に頭を使う話ですね。そこをあらかじめ API 側がまあ、きちんと正しく動いてかつ、まあ、そこそこ性能がちゃんと出るようにちゃんと準備してくれている関数がありまして、まあ、そういう便利なものが集団通信関数ということですね。これもいろいろ種類があります。今回の種類は非常に限られた方しか紹介しませんけども、API でウェブ上をサーチしてもらうといろんな集団通信関数が出てきて、なんかこんなのもあるんだ、こんなのもあるんだ、いろいろそれを調べながら使ってもらってもらうのも楽しいかもしれませんけども、とりあえず今出てくるのはですね、MPI Bcast と MPI Reduce というのと、ただ後で MPI All Reduce というのが出てくるぐらいですかね。まあ、大体その集団通信関数の、使う時の、まあ、規模を大体こういうのを抑えていきますから、あとはですね、自分で、他のパターンの集団通信関数どんなのかなって調べてもらって自分で運用していけるような実力がついていくと思いますので、まずはこういう少数の集団通信関数で例を見ていきましょうと、まあ、そういう知識ですね。で、それぞれ何したいかというとですね、ちょっとまあデータを、MPI Bcast というのはですね、あるプロセスから、まあ、全てのプロセスに値を、まあ、一斉に配る、まあ、いわゆる Bcast、ブロードキャスト、Bcast、ブロードキャストというのがなんですけども、まあ何かしらの情報を放送するというのがですね、あるプロセスが持っているデータを全てのプロセスに知らせたりとか、便利な関数になります。で、MPI Reuse の方も、こっちも非常によく使うんですけども、全てのプロセスが何かあるデータを持っているんですけども、それらを、まあ、あるプロセスあるランクに、その値を集めて何かの演算で、まあ、こうまとめるみたいな、まあ、そういったり処理をする、まあ、通信もしつつまた実は演算も使えちゃうみたいな、そういう、機能が集団通信関数ですね。はい。でちょっとまあ例を見てもらった方が早いと思いますので、例を、見るんですけども、まあ、解いてる問題としてはですね、先ほどの、整数の和の拡張みたいなものとして、ちょっと数を多くして、今度は1万回の整数の和に、なってますけども、まあ、それを、もちろん、MPI セットというチームに先に書いてもらったのやったんですけども、それをですね、集団通信関数を使ってもらうと、まあ、こんな風になってますよ、という指摘ですね。どこで集団通信関数が出るかというとですね、ここですね、これ MPI Bcast ですね。まあ、これはちょっと無理やり Bcast を使うため、使用量を出すために、ちょっと無理やり考えて使い方なんですけども、ここでもう先の演習からだと MPI セットでチーム使ってなんか、いろいろとこれ食いますとやってもらうと思いますけど、これがですね、MPI Reuse 使うとなんか1行ですっきり書けると。まあ、これが MPI Reuse 使うと。応用ですね、非常に簡潔に書くことができます。で、まあ、ちょっと何やってるか、見ましょうか。こっちの Bcast はね、まあ、とりあえずこういうふうに動きますよっていうのを実例としてやってるだけで、まあ、必ずしも効果がないといけないという例ではないんですけども、ですね、後で式数の指標が出てきますけども、何やってるかというと、この1から1万枚の和を、まあ、求めたいという、まあ、その問題設定なんですけども、その M イコール1万という問題設定ですね。それを、まあ、ランク番号0だけが、その M に代入して、で、その M をですね、他のプロセスに、まあ、ちょっとこの Bcast で、放送して知らせてるという話ですね。じゃあ、繋がせてる全部のプロセスに M イコール1万代入したらいいんじゃないかって言われたら、じゃあ、その通りなんですけども、ちょっと早いと思うんですけども、まあ、Bcast が、まあ、ちゃんとこう放送面で動くということを、まあ、見てもらうために、あえてこう書いているという形ですね。で、まあ、この辺は、先ほどの、1が書いてもらった整数のままと、
その後ですね、先ほどだと、なんかプロセスゼロ以外の人がですね、プロセスゼロに対して、なんかそのサムローカルをなんか送りつつ、で、プロセスゼロの知らせを受け取って、みたいなことをなんか、いろいろごちゃごちゃ書かないといけなかったんですけども、それの代わりにですね、全てのプロセスが持っているサムローカルを、今回の場合は足し算っていう演算で、まとめ上げて、で、その結果をですね、プロセス0番の、新しいサムっていう変数に結果を格納しますよっていう、こういうことができる、エンピアリデュースを使うとですね、こういうバッチリ一行になるんですね。だからこっちを使った方が、間違いもないし、便利だし、かつ、普通はこっちの効率的に処理してくれますよというふうになるわけですね。概要はそんなところですけども、じゃあちょっとそれぞれ、これをみんな、ホームページを見せなくて、こういう内容ですね。はい、部分は相場を計算するので、エンピアリデュースを使っているということですね。はい、そういうことを便利にできる、のが集団通信化するというふうになります。で、あとはですね、各、集団通信関数のテキストの仕様とかですね、を、ちょっとチェックしていくというところですけども、これも先ほどのエンピアセンドとかの意図のことを思い出すとですね、結構共通するような書き方がありまして、まずはですね、こういう通信をするときはですね、通信する対象を、指定するんですけども、それは実はエンピアセンドというのをよく感じてきて、まず、先頭アドレスを指定して、で、その次に続けてデータの個数と、データの型を指定する。これはエンピアセンドとかレシーブに一緒ですよ。パターンとして。こういう形でですね、とにかく先頭アドレスを指定して、そこから何々の型を何個分指定するっていうのは、何度もいっぱいの、たくさんの通信活動で承認する、お決まりの方として、まずこれは慣れてもらうといいかなと思います。で、因数としてもですね、非常に、少なくてですね、B クラスの場合は少なくて、それを全員に、放送するということなんですけども、誰の、データを放送するかということで、そのプロセス番号を指定するルートというのを設定します。だからここで0を指定すると、0番が持っている、中の変数の値を全員知らせますし、ここで1番を指定すると、1番のプロセス番号を持っている何かのデータを皆さんに知らせるということになります。はい、で、最後はコミュニケーターですね。このコミュニケーター、ここでこの後で、API コンフォワードと言ってますけども、ここが API コンフォワードになっていると、それは全員に放送するということなんですね。はい、この API コンフォワードというのは、その時に起動されている全プロセスが配信集合なので、そのコミュニケーターに対して、このピーキャストを行うと、全員に知らせますよと。そういうことですね。はい、これが B キャストの仕様で、むしろなんか先の先導部に単純に感があるんですね。はい、行われる通信はこんな感じですね。これは、ルートごとに、1番、ランク番号1番を指定した場合の、例ですけども、これはまず、プログラム内にとコール MPI、コールじゃなくて、MPI B キャストの方の呼び出しを書くんですけども、一つ注意点を言うと、全員がこれちゃんと呼び出さないと、止まっちゃいますので、気をつけてくださいね。その通信が関与すべき全プロセスがきちんとこの API リクエストをプログラムで、ちゃんと通るようにしてください。通らないようにテストだとかって言われるかもしれませんが、複雑なプログラムを書いてるとですね、if とか書いたりしますね。マイランクイコール何々の場合はこれするとか書いてるとですね、思わずですね、こういう API リクエストみたいなものをですね、あのプロセスがなんか通らないようなプログラムを書いちゃうことがあるんですね。そうすると、そこで止まっちゃいますので、それにならないように注意してくださいね。今回の演習ぐらいの単純なケースは、あんまりそういうトラブルが起こらないと思いますけども、ここの集団通信関数の場合は、その集団と言われている、関与するプロセスが、全員がこの、MPI リクエストの、処理をちゃんと、通過するように、プログラムを書くのが大事です。で、そうすると、ですね、この例の場合ですと、ランク1番が持っているあるメッセージをですね、全員に、放送するという
ということになります。はい、で続いてはですね、NPI の、リユースの方ですね。こちらも、これも非常に科学技術的な、その並列のプログラムを書いたりするとですね、非常によく使われますね。全員が持っているデータをですね、何かの演算を使って、まとめ上げてくださいという、例が結構ありますので、それで、非常に便利なんですけども、それは椅子の使用がこのページになってまして、これは初めの3つは、初めの3つは4つか、先の、さっきまで言った関数の類推に大体理解できると思うんですけども、リデュースの場合はですね、そのまとめたい、その元のデータをですね、各取るというのそれをまず指定、それのセンターアドレスを指定するというのと、で、それをなんか、例えば足し算だと、それでまとめ上げた場合に、その結果を確保する、変数が、その次に。なので、セントとレシーブのバッファが、先に10ポイントという形になります。で、その後はですね、データの個数と型が取るというのは先ほどの総数ですね。これはセントとレシーブが別々であるという共通ですね。もちろん。はい。これですか。だから、例えば、プロセスが何かわかりませんけども、その全部プロセスがですね、A という変数、もちろん、宣言してたらあると思うんですけども、その A になんかいろんな値が入っているんですね。それを全個数が持っているなんかいろんな値が、これ数ごとに違う値が入っている A ですね。全部足し算して、その時の中で通信しながら足し算して、その結果を例えば、B、ランク、例えば0番の B という配列にその結果を入れなかったら、場合は1つ目は A を指定して、2つ目は B を指定するんですね。はい。そんな形で使うという形になります。で、このリデュースならではの引数が次のこのオペレーションってやつですね。これはですね、その集まってきたデータですね、全個数から集めたデータをどういうその演算で、まとめますかっていうことで、いくつか種類があります。非常によく使われたのはやっぱり足し算ですね。その場合はこの MPI 用に、特別に用意された MPI 3というのを、使っています。で、他にもですね、何種類かあります。代表的なものだけを使いますけども、全部掛け算したりとか、確か全プロセスの、データの中での最大値を取り出す、最小値ですね。そういうことも、あります。この演習の範囲では、ほとんど MPI3 しか使わないですね。はい。で、次がですね、そのまとめの演算をした結果を、どのプロセスに、最終的な結果を、渡しますかという、そのプロセス番号ですね。を指定する、ルートというのがあります。はい、じゃあここに0番って指定すれば、なんか全プロセスのデータを、かき集めて、通信かき集めて、例えば足し算した、そのまま取ったやつが、最終的にそのランク0の、ランク0における、この変数ですね。で、空白の変数のところに入るということですね。はい、で、最後は、コミュニケーターというのになります。はい。このあたりですね、ちょっとルールとして、ある程度把握しておいてもらうと、あと使うときにもう一度このページを見直して、このページと実際のプログラムを行き来しながら、ちょっと書いてもらうということをしたいかなと思います。通信の、中身ですけども、こんな感じですね。この場合も、NPI リユースは、関与するすべてのプロセスがちゃんと、プログラムで登録しないといけません。そして、センドレシピです。各プロセスが持っているセンドバッグというですね、中身の問題が違うのがあるんですけども、それを、なんか通信しながらですね、かき集めてきてですね、最終的に、その API リユースの中で指定した何かの演算ですね、プロバイダーの足なんですけども、それでまとめ上げて、その結果を、この場合だとランク0のレシーブバッグのところに、その結果を格納しますよ。こういう動作なんですね。はい、よろしいでしょうか。このリアクション演算というのは、オープン MP のところでも、なんか、そういうの出てきたと思いますけれども、こういう並列で、分散して処理した後に、最後にこういう処理をして、その結果をまとめ上げるということは、非常によくあるパターンですね。はい。なので、
ので、まあ、その NPI でもそういうのに、まあ、便利に使うような関数が用意されるということになります。で、まあ、先ほどの例だと多分、NPI リユースは変数に対して行ったんですけども、もちろんあの配列に対しても、このリダクション変換を、行うことができます。で、その場合はですね、配列の対象となった配列、データの中の、各要素ごとに、そのまとめの演算がされるという形になります。はい、ということで、まあ、この辺ちょっと文法上の話で、まだプログラムを動かすときに、ちょっと、まあ、ローテーテムで書いてもらうことがあるかなと思いますけども、ですね、次の演習は、先ほどの、サムリダクションを、つまり1から、1番目のお話ですね。これを NPI Reduce と NPI Recast で実装した、まあ、先ほどは、ページの中にあったプログラムですけども、これを、まあ、こちらで、用意してますので、まあ、これはまあ、コピーしてもらって、コンパイルで実行してもらって、正しいみたいなものかっていうのをちょっと動作確認してもらって、ですね。まあ、これは基本的に動作確認するという、まあ、演習になります。はい。なので、まあ、ポイントはですね、だから NPI 制度のレシーブで、まあ、なんか頑張って書いたやつが集団通信関数書くと こんだけ簡単に書けるようになるんだというその違いをですね、ちょっと比較してみてもらったらいいかなと思います。はい、はい、演習9の4を、まあ、これは、実行確認、するだけなので、9の3ですね。それが、まあ、できた後に少し拡張するっていうことを、まあ、ちょっと余裕のある人はやってもらったりということで、演習の9の4というのがあるんですね。ですね。プロセスごとに、部分和を出力した後、どこかのプロセスで、相和を計算し、その相和を全てのことですね、出力せよ、ということですね。はい、わかりました。わかりました。自分が言ったら、自分が言ったんですけど、NPI リユースだと、例えばそのルートっていうのを指定した内容に応じてですね、例えばそのルートに0を指定するとですね、全部足し合わせた結果には、その、プロセス番号0番の人にだけ渡されたんですよね。で、これやってほしいんですね。それをもう一度その Bcast を使って、皆さんに放送してみてくださいっていうですね、全員がその結果を知りたいという、いう状況を考えてリユースだけ使うとですね、まあ、皆さん各ツールにですね、なんか計算したやつを、例えば私にですね、集めていって、通信で集めていって、私がだけがその足し算というかを知るわけですね。じゃあ、皆さんが知りたいという場合には、私が改めてリーキャストするわけですね。はい、まあ、そういうのをプログラムに書いてみてくださいというふうにですね。で、書いてみてもらったらいいんですけども、実はですね、そのスレースがもう全部勝手にやってくれる、実はNPI All Reduce というのがありまして、これはリデュースの人の変形版のやつなんですけども、NPI リデュースをした後、それをもう一回放送するってやつを、まとめてやってしまうのが、この NPI All Reduce ですね。はい。なので、まあ、この演習ではですね、リデュースしてもう一回リキャストするっていう、ちょっと、ね、めんどくさいプログラムをあえて書いた上で、それを、まあ、もっと便利に使いかける NPI All Reduce っていうものを、ちょっと学びましょうと。まあ、そういった方法。はい、で、API All Reduce の方はですね、まあ、API Reduce で非常に、まあ、やってる内容はよく似てるんですけども、すべてのプロセスが持ってるセンドバックのデータをですね、まあ、何かしらその、こちらで指定した演算でまとめるんですけども、API Reduce の場合はその結果というのはある特定の一つのプロセスだけがその結果を持つことができたんですけども、All Reduce を使うとですね、その結果を全プロセスが共有することができるんですね。はい、なので、全部足し算したというか、ね、全部プロセスが使ってなんか次の作業をしないといけないという場合にはです、ね、初めから NPI プロデュースを使っていた方が便利ですよというふうになります。で、NPI プロデュースの引数の仕様ですけども、文法的な人が多いですけども、NPI リユースと非常によく似ています。NPI リユースの引数とほとんど一緒なんですけども、ルートの引数がなくなっているんですね。
エンピアリデュースではまとめエンターした結果をあるプロセスに引き渡すので、そのプロセス番号を指定するルートっていう必須があったんですけども、それが、オールリデュースではなくなるわけですね。オールリデュースの場合は全プロセスにその結果を渡すことになりますので、ルートの必須になるので、省かれているわけですね。だからそこ以外は全部のリデュースと同じように、必須の体系になります。はい、どうしましょうか。ちょっと書き足ですので、また臨時のプログラムを取り組んでもらいながら質問でいろいろ聞いてもらっていきたいと思いますけども、最後であれば、その次の、演習としては、最終的に、API リデュースを一旦したものをまたリキャストするっていうのを、API のコールリデュースで、理解できて、さらに関係性を変えてくださいと。はい、ですね、あと実はもう一つは演習を用意してるんですけども、そうですね、ここまで、すんなりギルシクはまとめてもらった方がいいですけども、先ほどの API 制度というシーンを含めてまだ取り組んでる途中という人は先にそちらを優先してやってもらったら、いいかなと思います。はい、ですね、一回ちょっと皆さんお疲れだと思いますので、もう一回ちょっと休憩入れて、で、その後ちょっと演習のプログラムを、取り組んでもらいつつ、できれば必要な人たちも前でいろいろと追加の解説をするという形にしようかと思います。はい。じゃあちょっと一旦ここで休憩入れますね。はい。一応今15分で、4時25分までにしましょうか。はい。